こんにちは、大三木です。はい、というわけでですね、またこの日が来てしまいました。本日9月14日土曜日ということでですね、本日は日向坂46サードシングル発売記念ワンマンライブ in 埼玉スーパーアリーナの一般発売の日でございます。はい、なんかもうライブのために一般発売してるのに挑戦してる気がするんですけれども、結局ですね、ファンクラブ選考落ちて、でオフィシャル選考投げ忘れで、ローチケ選考も落ちてっていう感じでですね、もう落選続きの毎日を過ごしておりましたが、で今何時かと言いますと、11時50ちょうど今55分になりました。あと5分後には一般発売がスタートするということでですね、もう緊張に続く緊張ですよね。そうで、今5分前なんですけれども、サイトどう、重い？重くはないね、今んとこそうでもないかな。あ、うん、今んとこね、そこまで重くないので、ちょっと徐々に準備を始めていきます。まあ、いつも通りね、こうやって、タブをたくさん増やすっていう作戦でやるんですけど、まあ、いつもの作戦で頑張ろう。もうね、怖いわ、もう毎回毎回なんで当たんないのなんかしたっけっていうぐらい当たんないんですけど、って言ってるうちにもう1分前ですよ。まあ、予想だけどね、秒でなくなると思うんだよね。もうすぐなくなると思うんで、本当にもう少しでも操作遅れたらもう負けですよ。さあ、1分8、9、はい、1分前を切りました。1分切りましたね。でもそんなにね、重くない、今のところ。重いは重いんだけど、でもなんかうーわっていうぐらいうーわっていうぐらいね、重くない。今回ね、なんで楽天チケットないんだよね。ローチ系一本釣りなんで、今回はさすがにしんどいんじゃないかなっていう予想。さあ、30秒前かな、もうすぐ。緊張するね。30秒前です。さてさて、まあ、今回はもうほぼ諦めてるんで、取れたらラッキーぐらいの気持ちで頑張りますけど、20秒前。やだ、この緊張感、本当に本当緊張するんだよね、これって。10秒前です。9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。ダメだ、もうダメだ、もうダメだ。あ、もう終わった、終わった、終わった、終わった。これは繋がんないやつ、これは繋がん、あ、繋がった、繋がった。はい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 、急げ、ゴーひろみもうこんな余裕ぶってますけど、すごい焦ってますよ、実は。ゴーひろみよ、頑張って、頑張れ頑張れ、おー、頑張れ頑張れ、おいおいおい、2倍2倍おい、もしもいい、おい、もしもいいおいローチ系なんだかんだ当たるんじゃない、いけるんだよね。2倍2倍おい、頑張って。あ、最近雷すごかったからね、やっぱね、雨、おー、テント、はい、チケット、次、はい、あ、名前、なんで入ってないの？待って、これは想定外だよ。もう手が震えてるもんね。はい、あ、これ同行者か、違う、バカ、やばい、これはミスったぞ、結構ミスったぞ、これ超ミスったぞ、今超ミスったぞ、これ。あ、めっちゃ手震えてんじゃん、今。はい、オッケー、申し込み、これ確定。はい、はい、パーン、取りました。予約完了です。マジ取ったよ、今。はい。取ったよね。ちょっとメール来たよ。メール。はい、カモン。はい、ロチケ予約完了。はい。取りましたよ、今日も。取ったよ。とりあえず取ったよ。で、今どうなってる？もうさすがに、まだある。まだありそうだね。意外取れそうだね、これね。あ、終わってるわ。おー、マジか。終わったな。
早かったな、しかも。おお、マジで終わったよ。終わってるね、予定枚数終了。ちょっとツイッターの反応確認してみるか。あ、でも撮れた人いるね、撮れた人いるね。最新、あ、1分で終了しました。おお、1分で終了、1分だって1分で終了しましただって。よかったー、これで一応いけるよかったー。はい、というわけでございまして、僕は今から支払いに行っていきたいと思います。いや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 、またお金が飛んじゃいますね。危なかった。だからそうそうそう、最初情報入れてって言われたから、え、何、自分入れたじゃんと思って自分の名前入れたんだけど、後から見たら同行者の情報入れてって書いてあったんで、やべっつって一回戻って同行者の情報バーって入れてっていうぐらい焦ってました。でも今あれだね、まだ混雑してて繋がんないね。よかったよかった、危ない危ない。とりあえず今回秒殺でした、いろんな意味で。はい、撮れました。以上、大みきでした。バイバイ。